今日午前、沼津市の住宅敷地内の駐車場で、この家に住む86歳の男性が車と壁の間に挟まっているのが見つかり、男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。今日午前11時半ごろ、沼津市沼北町の住宅敷地内の駐車場で、通りがかった人から駐車場の壁と車のドアに男性が挟まれていると消防に通報がありました。警察によりますと、この家に住む萩利和則さん86歳が駐車場の壁と車のドアに挟まれた状態で見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。車は萩利さんが普段から乗っているもので、車と壁の間は人一人が通れるかどうかの幅でした。警察は萩利さんが車から降りた際に何らかの理由で挟まれてしまった疑いが強いとみて、事故に至った詳しい原因を調べています。